まず最初に、Apple Watch Nike シリーズ6、GPS セルラーモデルです。これは 44mm のスペースグレーアルミニウムケースとアンスライサイトブラックナイキスポーツバンドというものになりますね。で次は、Apple Watch シリーズ6 GPS セルラーモデルの 44mm グラファイトステンレススティールのケースとグラファイトミラネーゼルループ、ちょっと言いにくいですけど M09J3JA っていうやつですね。まあ、実際2つをね比較して、見てみたいと思いますけど、まあ、バンドがね、まあ、全然違うので、まあそれでね、同じ感じはないですよね。本当にこの四角がね嫌いだっていう人もいますけれども、まあ使う分にはね四角の方が使い勝手いいですよね。こうスマートウォッチっていうのは、まあいずれね丸も出てくるんじゃないかなと思いますけどね。このステンレススティールはちょっとやっぱり、アルミニウムのね、ものとはやっぱり高級感が若干やっぱ違うのかなっていう感じがします。だから高級感を求める方はねそちらを買われたらどうかなっていうふうにはね思います。でまずね横にこれがね電源ボタンで、電源を入れます。結構ね簡単です。すごく優しくできてますね。でこれで iPhone を近づけろと言ってくるんで、近づけるとすぐに読み込んで、あ、ありますよというふうに言ってきますんで、で続けるを押します。するとですね、まあ、自分用なのかファミリーメンバー用なのかっていうのが来るんで、まず最初はね自分用なので自分用を押します。するとねこれでね Apple Watch をなんかこうぐにゃぐにゃっていうのが出るので、これを読み取るって感じですね。で読み取ると完了したこのくるくるっていうのが出てきて、で、ウォッチを設定っていう形で設定にこれからね、まあ、要はこれとつながったってことですね、ペアリングっていうのは。でこれがまあかかりますね、時間が。で、メール送信に同意するという形で、同意します。でここでワークアウトの、ね、経路追跡っていう形で、僕はね、これ追跡してほしかったので、まあ、天気とかねそういうのに どうしてもいるので、OK にして、 Siri 自体もね使おうと思っているので Siri も OK にします。で解析に関してはねちょっとやっぱりね嫌だなというふうにねちょっと思ってるので、これはね、共有しないという形にね、僕はしました。まあ、どちらでもいいとは思いますね。で文字サイズです。ここがね我々には重要なことで、ここが文字を太くする部分ですね。でこっち側が大きいサイズ、小さいサイズです。横にスライドで一番大きい大きいという形で僕はやりました。まあ、見やすいのが一番なんでね。パスワードをね入れるところがあるので、それは設定してください。でアクティビティ自体は、健康のねアクティビティを設定したいの でアクティビティの設定という形でやります。で生年月日を入れて、性別入れて、身長僕は172で、体重がね今71あるんですよね。20代の時にはね58ぐらいだったんですけど、だからこれをね60代にね持っていきたいなというふうに思ってます。これはね1日のね高が一番たくさんカロリーをね使えるようにして、でまあこれももうそのまま OK で、でゴールも OK で、でこれですね酸素ウェルネスにしても OK にして、でナイキ自体はね、これはちょっと後でやるということで、でペイもねちょっと後でやるということで、でこれはもうそのまま続ける。でモバイル通信はね今のところまだ契約してないので、今はしないようにしました。で文字盤はまあこのまま続けるで、行いまして、アプリはね全てをインストールにしました。すると、終わりという形になります。またねよろしくお願いします。ありがとうございました。 See you!